トルティーヤやタコスなど、高温ミールを用いた様々な製品コーンミールは、乾燥させたトウモロコシをひいて、粉にした食品である。主食として食べられる。高温ミールの基準は日本では、水分値15.0%以下、粗脂肪5.0%以下、粗ラタンパク9.5%以下、粗海分1.5%以下、粗繊維1.5%以下の全粒こと、 定められている。境界基準とは別に、コーングリッツより細かく、コーンフラワーより粗いコーングリッツの総称をコーンミールと呼ぶことがあり、一般的に日本でのコーンミールはこのことを指す。アメリカ合衆国では粒子の細かいものはコーンフラワーとも呼ばれる。しかし、この言葉はイギリスではコーンスターチを表す。アメリカで一般的な鉄で引いた黄色いコーンミールは、 殻や肺ががほぼ完全に取り除かれている。冷たく乾燥が保たれた場所では、ほぼ無期限に貯蔵できる。石でひいたコーンミールには殻や肺ががある程度残っており、独特の香りがして栄養価も高い。比較的痛みやすいが、冷蔵すれば長期保存できる。白いコーンミールはアフリカの伝統的なものである。アメリカ南部でも高温ブレッドを作るのに用いられる。 青いコーンミールは、貴重な青いトウモロコシを使うか、青い着色料を加える。ありがとうございます。